お疲れちゃんです、ラットです。ってことで、今日はね、シーズン最終日というわけで、ちょっとね、マルチやっていきたいなと思います。で、今ね、130位の方で、もうね、残り時間少ないっていうわけで、こちらね、神器デッキでやっていきたいなと思います。はい。で、ちょっとね、今洗濯機の、ピーピーっていう音がするかもしれないですけど、まぁ、ちょっとね、洗濯物干したいんですけど、やっぱマルチ優先かなっていうところで、でも洗濯物ね、早く干さないと、なんか匂いが、いや、良くない匂いがついちゃうみたいなの聞くんでね。洗濯物もちょっと干したいところでありますけども、はい、やっていきます。で、ですね、もう少しで7500で、今ね、シーズン最多ですね。今シーズン最多のところまで来ておりますので、ちょっと負けないようにね、ちょっと丁寧に行きたいと思いますね。TB に、てか、この同じデッキで、マジで世界もう2、3人いる人がいるんですね、上手い人。がその人の試合とかがね、クララ TV に載ってて、まあ見たんですけど、いや、うまいんすよね、それが。まあ当たり前にうまいんすよね、なんで。このデッキ使いたいなとかって思うことあるじゃないですか。そういう時に、あ、これジャイだ、うわ、最悪だ。TV を見るのをすごいおすすめしますね、クララ TV。クララ TV 見ると、その使いたいね、デッキを、使ってるね、人たちがちょくちょくいるので、これ、ミニペック咲きましたよね。いきます。はいはい。言うの追加したいけど、まあ、コストはないのでね。オッケーオッケーオッケー。で、ザップとかかな、もしかしたらウッドか、オッケーオッケーオッケー。おいし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 。あ、ザップ。まあまあ。これ、待って、コストない相手、多分。てか、陸気がないんですよ、これ。からの、ピピピ。よしよしよし。いいよ、いいよ、いいよ。いや、素晴らしい。素晴らしい。いや、素晴らしい。このメーカーはね、別に美味しいですから。まあ、こっからですね。あとはまた。これ、対応はしませんね。対応しなくていいや。で、これに対して、ウッドを引き出せるかな、ぐらいかな、多分。あ、やなめ。おいしおいしおいし。おいしいよ、いいよ、これ待って、勝ちたいな。これ前負けたんですね、このジャイデッキに。で、5あるので、ケツマジアチャしたところで、結局ね、タワーに、うるさいな、洗濯機。タワーにダメージ受けてしまうだけなので、これワンチャンね、蓋が来ますね、ジャイ蓋。わかってるかな、さすがに。オッケーオッケーオッケー。おいしおいしおいし。おいし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 。おいし。これしかも、また言うのが。で、陸気が小さいのがないですから、これがきつい。オッケー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 しかやってないけど、オッケー。こうタラバを転がして、もう一回ザップかなんかを引き出したいですね。オッケー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 。いや、めっちゃいい。ちょっと嬉しいんですよ。マジで。勝てて。ただただ僕は。あ、これ言うのでワンチャン処理できないかな。いい、え？めっちゃ良くない？ちょっと、テンション、え？めっちゃ気分がいい。なんか気分いい。え？これした。で、しかもインドラ残るよね、これ。これしかも、レイジに？あ、レイジないけど、インディ・ジョーンズ残ってますから、言うの追加で。え、生まない？ちょ、待って。ちょっと気分がいい。よしよしよし。え、来ましたね、これはマジで。これで、まあ、次勝ったら7500到達かなっていうので、相手は負けられましたね。ワンチャンキング？キング落としたい。キング落としたい。間に合わないか？気持ち、クラウンも大事。ファンタジー？いや、これ、ユーネが突進して間に合いますね。危ねえ。よしよしよし。いや、来ましたね。これ、ミニペッカきついんですよ。神器デッキって、マジで。ミニペッカきついんですよ。これ、本当にきついんですよね。よし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 。よしよしよしって感じですね。そう、これ、ミニペッカきついんですね。そう。あと、ゴレ。まあ、僕が勝てないんですよ、なかなか。よし、というわけで、まあ、7、5リーチ来ましたね。まあ、でも、上がもう77ぐらいいってるんでね。よし。で、まあ、ちょっとゴレが今多いですね。ですので、ゴレに当たった時に、絶対勝てないわけじゃないんですよね、全然。そうなんですね。ゴレに当たった時にしっかり左右振りたいんですよね。正面からこう、受けて立とうってすると、形作ったゴレムの後衛がやっぱ止まんなくて、結局ね、突破されて、こっちが逆サイ攻めれずってなっちゃうんで、正面から受けるっていうよりは、しっかり逆サイに振りつつね、攻めていきたい。で、この人はホグスね。やばい。あ、待って、やばい。雪玉がやばい。うわ、待って、やばい。これいるな。これミニペックなんですね。うわくそ、ミニペックバーヤンキ、待ってよ。ミニペックバーヤンキ、マジで。この人アーチャーなんですね、しかも。アーチャーロケのアイスピで、前勝ったんですよ。前勝ったんですけど、アイスピとウッドがあるんで、結構止められちゃうんですよね。ラムライダーを。ウッドで止めたり、アイスピで止めたりで、ミニペアイスピ、ミニペウッドで結構完封されてしまうんですよね。
なんで、まあ、陸域がね、アイゴレミニップアイスピですので、まあ、陸域結構きついんですね、相手は。なので、まあ、ランバーラムのレイジに乗ってるところに、まあ、言ったら、あの、有能追加でね、処理していきたい。これ多分、あの、ウッド打たれるかな。打たないで、オッケーオッケー。でもまあ、これ一回、防衛ですね。うわこのアーチはうぜえな。決意の多分左側にしたら、ロケット来たので、今こっちにしましたね。いや、待って、うわぁ、最悪入ったー。ちょっと待って。今のやった、今の雪玉はただのニアドですからね。で、これアイゴレウォーキンからの2周目来ますね。ワンチャンミニピックまでセットで来たら、結構やばいっす。うわぁ、そんだけで終わるんだ。これやばいっすね。そうなんです。やばいんですよ、これ。飛ばしてこない。何？で、これにミニペッカボーイからのホグか？君。このホグ団体ならラブ。うわ。これちょっとちゃちゃ出して。はい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 。ミニペッカずっと持ってんすよね、やっぱ。わかってます。あ、これ、でも、なんか蓋ないと。射抜くよ。まあ、いや、これアイゴレだったな、しかも。うわ。これプリンちゃんがたまるな。よろしくないっす。洗濯機うるさいよ。ちょっと待ってね。こういうの届かないよな。いやー、うわー、プリンめっちゃ出る。ここは焦る必要ないんですよね、別に。まあ、焦ってるんですけど、もうプレイが。オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケー。延命できたらでかい。いや、多いんだよな、ちょっと。オッケーオッケー。オッケーオッケー。いや、これは惜しい、これは惜しい。これ多分ね、なんか出る。出なくてもいいや。オッケーオッケー。まあ、焦るでないよ、俺。まだまだいける。まだいける。全然いける。全然いける。これラムで、完封もできますから、ホグはね。アイゴの方が厄介なんですけどね。ここです。に、U の追加の、あ、ロケかな、ワンチャン。うわー、待って、やったわ。これやばい。避けろ。みんな、避けてくれ。うわそうだな。今、待ったっすね。U の追加ちょっと早いっす。始まりプリンワンチャン。おい。うわこれやばい。これ、雪玉打って、抑えたい。うわ、うまっ。何そのよくわかんねえ処理。ふう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 。まあまあまあ焦れてないよ。焦らなければ勝てる。このマジアちゃんもちょっとロケットに当たりそうで怖いですね。これ行きますか。いや後ろから来たな。これあんま良くねえんだな。まあまあまあ、これミニペッカでワンチャン突破できるんです。よいしょ。んけ！ああ、消え方にゃ。で、今、雪玉もラブも使ったので、相手はここがチャンスっていうの分かってると思うんですね。いやあ、ずっと同じリズムっすね。一回ちょっと流れ変えたい逆インドラ。あ、トリプルエリクサー来た。トリプルエリクサー来たら、ワイのターンや。ワイのターンやで、これ。ここ一回ね、焦るなタイムですね。焦るな、わい、いいよ。これだってトリプルエリクス相手コストない。おい。いや、これトリプルエリクスは今ガンガンタイムなんですね、多分。トリプルエリクスは多分ね、マジチジングめっちゃ強くなる時間。多分。え、ほら、マジ。いやー、ボエグめえな。あー、くそ！ちょっと待ってよ、焦るな。焦ってるな、俺だ。焦るな。時間ねえじゃん。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってくれよ、お願い。ちょっと待ってくれよ。相手も防衛するだけやんけ。いや、くそ、マジで。これ、いや、絶対勝てないわけじゃないんですよね、これ。なんか、良くないサイクルにちょっとハマっちゃってましたね、あの。いや、くそ。あの、ホグを、そう、ダメージ、あの、受けすぎちゃったんすよね、多分。こっちは削ろうと思えば、多分マジアチャで、まあ、もうちょっと削れたんすよね。でも、僕がダメージ受けすぎたことによって、まあ、スペルがね、僕ないんで、削り、勝ちできなかったって感じですね。相手はもう芋ってたんすよね。相手が、てか僕が相手のラムライダーを、ホグライダーを持ってラムとか、ランバプラス雪玉とか、で、もっともっと抑えれたんですね。まあ、序盤ちょっとなんかね、雪玉がちょっとしくっちゃったんですけど、あれがなければね、
もっとホグのダメージを抑えれてたんで、相手は言ったらもっとホグを飛ばすか、はしまいプリンをするか、相手ももっとね、防衛ロケットはあそこまで多分することはなかったと思うんですよね。だから、僕が初っ端のあの大ダメージを受けたことによって、相手は、ああ、もうダメージあるから、アーチャーの、ね、一体の残りと、ウッドで削れるやって感じで、ちょっとイモリに入ってましたね。これ、あれだな、パンドルさんだな。ちょっとめっちゃ格上、トロ上になってるんですよね。ちょっと動画撮ってますからね。よろしく？まあ、僕あんまり引き分けしないですけどね、自分から。マスケ、パンドラさんはチェーンクロとか、まあ、クロス、ちょっと枯渇のイメージありますね。あー、出た。ジャイスケラだ。これ右側にジャイアントからのスケラとか来たらちょっと泣きたいな。おー、ポイズン。まあまあまあ。これ雪玉打って、耐える。まあまあ、1回目はね、まだ。ダクネがあるんですね。でもこれね、いや、僕、勝てんかな。いや、でも相手雪玉、雪だる。おー。ジャイスケラ、ダクネマスケなんですね。ダクネマスケ。まあでも、陸系が相手はそんな豊富ではないので、そこをちょっといい感じにね、つけれたらいいかなと思うんですけど、ジャイプラススケルトンラッシュを作られると、僕も僕でね、結構厳しいので、これジャイ釣り。うん。これインドで早めに溶かして、まあ、いきなまワンチャン打たれ、打たれても打たないか。突破できないんでね、打ったところで。で、ケツマスケから相手入ってくる。で、逆サイドでもダックプリがあるんで、そうなんですよね。これ、ランバで攻めてもダックプリ蓋されてカウンターつけられるだけなんで、これそうっすね。ワンチャンここでスケルトンラッシュが来るぐらい。うん。よいしょ。これ痛い。これスケルトンダメージちょっと痛いっすね。まあで、これも、なんかね、ニコス系かな。ちょっとサイクルが、まあ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 。ああ、いいタルバブですね。でも、お湯の、お前の気分だ。はいはいはい。若干リード取られてますけど、マスケットがいない時に攻めたいですね。ああ、これやばいな。マスケットの防衛力がちょっと高いので、マスケットいない時にダクネ、ダクプリの時にこっちとしては攻めたいですね。いや、そうなんですね。この人、ちょっと上手いですね。マジで。このマスケダックプリのハシマイジャイが来ますね。で、このダク、インドラが腐っちゃうので、僕は。ちょっとこのインドラが下手でしたね。このスケルトンラッシュでね、タグ取られて何も活躍しないインドになっちゃってますので、それがあんま良くないですね。まあ、右側が入ってますけども、まだいけますね。相手はポイズン。これ、両方咲いたので、あ、でもこれあれか、ジャイ釣りが来ますね。これワンチャンある。あ、やばい、ダクプリ入った。うわー、くそ！マジー？これまあ、スペルで終わるか。マスケでも、はい。いや、ジャイスキラか。やりますね。ちょっと今日な、ちょっと一戦、ちょっとね。一勝っていうのはちょっと気に食わないんでね。いや、7号ね、行きたいっすね。76、77。マジで2桁フィニッシュはしたいですからね、僕も。いやー、何がいるかな、やっぱダクネが多いですね。ジャイダク、ゴレダク、エリダク。まあ、ダクネに勝ちたいので、まあ、遅延系も今流行ってるんですよね。遅延スケラであったり、遅延ロイジャイも流行ってて、まあ、流行ってるんですけども、僕も遅延スケラ使ったんですけどもね、やっぱ、強いんですよね、みんな。よろしく。いや、めっちゃ日本人のこと当たるな。まあシーズン終盤ですからね、みんなもう頑張ってますね。なんだろう。洗濯機うるさいな。いや、よろしく。あれか、ファルチェバルーンぽいっすね。いや、でこれ有能に、まあトレナリ近起動してくるでしょうから、普通にね、これ、バルキリーで受けられてもいいので、まあまあまあ。ああ、いや、うまっ。なんだそれ。カスだった、俺が。まあまあまあ。ここはマジアチで多分処理される、だよね。ファルチが射程長いんでね、ちょっと怖いんですよね。あの、タワーへの巻き込みが、あ、これ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 、これちょっとね、怒りたいですね。
や、ハルチャバルーン勝ちたいんですけど、僕全然勝てないんですね、ハルチャバルーンに。なんか、バルキリーバルーンされて、ディガー飛ばされて、ザップ打たれて、いつもタワーおられちゃうんですね。なんで、ラムライダーを、結構、あんま簡単に割いちゃいがちなんですけど、割きたくないですね。で、バルキリー割いたので、バルーンプラス、ディガーであるならラムで止めれますので、一回、ケツから出しの。まあ、これ、バルキリーとハルチ両方割いたので、ランバラムいきます。これ、ユーナ追加までしたいですね。陸撃は多分ないと思うんですけど。お、いや、うまいな、なんか。あ、でも、そっちにスケ使ったら、うわ、回るんだな。回転早いな、マジ。そう、ここまでやりすぎると、僕が勝手に死んじゃうってやつですね。まあ、これは、いいアイゴレで。ファルチ歩いてくんないかな。まあ、雪玉もありますので、ザップ打たれても、ギリ耐えれるよと。ふうし、まあ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 ですね。攻めマジャーじゃね、まあ読まれない時にやりたい。何もやりすぎると。あ、ユーノのダッシュしたかったね。洗濯機うるさいね。これ、あれしかないんだよな。まあ、バルキリーか。これでバルキリー探して。よいしょ。射抜く。このダメージでかい。このダメージでかい。で、拾う。オッケーオッケーオッケー。で、こっちは、まあ、カード回しつつの言うので、防衛しつつ。これ、ケツインド。あ、このケツインドやばい。あ、逆線にバルキリーバルーンディガーされるんですよ。危ない危ない危ない。こうワンチャン攻め取るね、されますので、タルババフタの。あ、それはなんかオシャレだな。いや、オシャレすぎん？あ、これザップか。あぶねえ、インドラマニアット。いや、めっちゃオシャレやん。ちょっとやばいっすね。あ、やばいけど、なんか、マジ打ちが入ってる。ラッキー。ラッキーですね、今のは。いや、これあんま受けたくないんですけど、受けないと痛いので。前と左側共有してますね。よいしょ。これラムで止めつつなんですけど、このディガーが痛いんですよね、ディガーが。これでバルキリー裂いてくれたら美味しい。来た。まあ、トルネかな。え、共有したらこれ、ユーノで全部持っていけるよ。よし、来たー！危ねえ！危ねえ！めっちゃ持ってかれそうになるんですよね。このディガーザップで最後の。ラムライダーがバルーンを溶かせるわけではないんでね、そこがちょっと怖かったですけど、まあ、ちょっとね、ぼっちぼっちって感じですね。はい。しっかり最後フィニッシュ2桁。まあ1桁は多分ね、ちょっと今の僕ではまだまだ足りないと思うので、まあ、せめて2桁フィニッシュ目指して頑張りたいなと思います。はい。というわけで、よければね、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。洗濯機リストないので、ちょっとね、干していきますね。はい。というわけで、最後ね、シーズン動画、もう一試合、もう一回動画上げるかな、わかんないですけど。はい、そちらもお楽しみください。では、ご視聴ありがとうございました。